こんにちは。今回紹介する美少女は松浦ガヤさんです。この動画では松浦ガヤさんの水着画像、生品像、着衣、おまね画像なんかのエッな写真を紹介しています。2005年にリリースされた写真集などを集めてみました。世代の人にはかなりお宝感もあると思います。18歳の頃にリリースされている計算で、10代の頃の水着良いです。水着姿に着衣を胸に生足と結構攻めている写真集だと思います。今回はそんな彼女のエッチなグラビアを見ていきましょう。足系人妻や母として活動をしている松浦彩さんの写真集、ヘイデイ見せた水着ショットやワンピースショットなんかのデンな写真をスリーサイズやカップサイズなどプロフィール情報と一緒にお届けします。いいなと思った松浦彩さんの写真があったら、高評価ボタンやこの写真がいいなどの熱い思いをコメントに出してみてください。現在は3児の母でもある松浦彩さん、もう家庭に入りっぱだしなのかと思えば、芸能活動は頻繁ではないもののしっかりとやっているみたいです。もう以前のようなはっちゃけ感はないでしょうけど、今の彩も見てみたいものですね。今回は彼女の若かりし頃に撮ってた水着写真集の画像などなども画像を入れて動画を作っています。アイドルを卒業後はあまり姿を見なくなってしまいましたわ。当時は本気で人気がありました。めっちゃ懐かしい気持ちになってしまいます。松浦彩さん、通称彩彩さんは日本の歌手、タレント、女優で元アイドル。1986年6月25日生まれで兵庫県姫路市出身。身長は156センチです。もともとハロープロジェクトの一員として活動していました。配信の彩彩。デビュー当時にテレビ東京の音楽番組、ミュージックスで飯田香織さんによって命名されたものだそうです。モーニング娘。の曲恋のダンスサイト、類似は一節、彩彩。あややと聞こえることから来ているそうです。幼い頃から母親の影響で歌うことが好きで、歌手になる夢を抱いていたようで、友達から借りた CD に「太陽対モーニング娘。の平家道を妹分オーディション」「美少女館内」も同封されており、それをきっかけにオーディションに応募。オーディションでは浜崎あゆみの「ハーランイ」を歌ったそうです。初めてのオーディションで緊張していたようですが、意外にも合格。ハロープロジェクトからのソロアイドルデビューが異例であり、ハロプロでアイドルブームの一端を担った存在となりました。彼女は活躍した時代はグループアイドルから個々のアイドルへの注目が高まっていた時期でもあり、そのため平成最後のソロアイドルとも称されています。2007年には禁断でしたが、レーシック手術を受けています。また藤本美貴さんとはハロープロジェクトの同僚であり、大親友として知られていて、現在は2017年9月15日以前まではアットフラントクリエイトに所属していましたが、現在の所属事務所や活動状況は確認できておりません。松浦彩さんの活躍はアイドル界に多大な影響を与えたものとして評価されています。では松浦彩さんのエッな将軍たちをナレーションなしで見ていきましょう。いかがだったでしょうか。これからも美少女情報を発信していきますので、高評価やコメントよろしくお願いします。また応援しましょう。